アバンテは、デフが3つあります。前後のギアデフはもう組んでありますよね。でもう一つ真ん中にセンターデフがあるんですけれども、それはボールデフなんですね。で今からそのボールデフのセンターデフを組んでいきたいと思いますが、必要なものをまず出しておきまして、でここですね、リングプレート、輪っかとあとボールは脱脂しておきました。クリーナースプレーを使ってまず表面の油分を落としておきました。これ大事なことです。で組んでいくんですけれども、これも先に組んでおきました。シャフトにベアリングと H1 パーツを通して、それから 4mm の E リングも 2mm、3mm、4mm と3種類あるのかな。でここは 4mm を使います。でこれで止めたものをまずここですよね、こうして、で板バネを入れていくんですが、ご説明書にも向きに注意してくださいと書いてあります。これ1枚でも反対向けに入れてしまうと、もうそこでデフの効果としておかしくなっちゃうんですよね。でまあこの反り具合っていうのも本当微妙なので、どっちがどっち向きかって結構間違えそうなんで、慎重に見ながらまずこういって、で2枚目は反対向かい合わせる、向かい合わせる、で3枚目またさらにその反対で向かい合わせる、で向かい合わせる、で最後にもう一回向かい合わせると、上に開いた状態で5枚目がついてるはずなんですよね。これで OK です。でここに PB5 というこの部品を入れて、はい、なるほど。でここにつけていくんですけど、まず早速グリスを塗るように指示されていますので、ここはボールデフグリスですね、お手持ちのものを使っていただくか、キットにもボールデフグリス入っておりますので、それを使えばいいかと思います。あんまりたくさん塗りすぎてもかえって滑っちゃうのかな。この辺はまたいろいろノウハウがあるのかもしれません。でプレートを入れまして、でここもまたグリスを塗ってあげます。ボールでグリス、ちょうどまあボールが当たる位置を中心にというか、まあプレート全体にね、まんべんなく塗ってあげればいいかと思います。この辺もグリスを多めに塗る人もいれば、もうギリギリ少なめに塗るっていうようなこともないこともないのかな。ただグリスがついていないとやっぱりダメですので、その辺は様子見ながら、なんか多く塗ってると滑りそうなんですよね。はい、ひとまずここまで行きました。おっと、続いて一つ出すの忘れてた、これですね。はい、ドライブギアって書いてあります。これドライブギア、ボール6つでね、センターデフ、機能させるということなんですね。ここにドライブギアを入れて、でここにボールを入れていくんですけど、ここもなんかいろいろやり方あったりするんですね。こう先に入れたり、もうボール自体をもうグリスまみれにするっていうのありますよね。要はボールにまんべんなくグリスが行き渡っていればいいわけです。まあつけてね、ちょっとなじませて転がしてる間にグリスってなじむと思うんですけど、そのあたりはやっぱ作り手のこだわりというかありますよね。もうなんか闘魂注入みたいなもんですわ、この作業も。頼むよ、ちゃんと機能してよみたいな、そんな感じですよね。これはまあ遊びでねやる分だったらそこまでこうシビアなことを言わないんですけど、レースでっていうことだと、ピンセットとかすごく大事なところなんですよ。ピンって飛ばさないように、いやこうなる、こうなる、こうなる。
小豆をお箸で挟めるか的なやつですね。はい、まあグリスはうわ先に塗ろうが、まあ後で塗ろうが、こうやってあのギアの方に塗ろうが、まあまあお好みでっていう感じですけど、やっぱくれぐれも脱脂だけはねちゃんとやっておきましょう。あ、2個余る、2個も余るんだ、ボール。おー、いいのかな、6個ですよね。で、キットには8個ボール入っていました。あー、じゃあ2個飛ばしてなくしても大丈夫ということで、そんなんでいいのかな。で続いて H の7、これも先に切っておきました。 H の7もあのバリをしっかりと取って平らにしておいた方がいいですよね。ここちょっとなんか残ってる。特にこっちがあのプレートの乗る面ですので、この面は押し出しピンの跡があるな。これとしてちょっとやすった方がいいかな。まああのお手持ちのヤスリかなんかでいいと思うんですけど、ちょっとねここが金型からの押し出しピンの跡みたいなのがあるんですよ。まあ段差にはなってないからいいか。まあ、若干ねパーティングラインのようなその筋のようなものが見えたので、気になる方は軽くヤスリでなぞってあげるぐらいでいいかなというところですね。でここにもグリスをつけるように指示がありますので、こう、まあ、滑り止めですよね。こっち側が滑ったらかなーという。こう、まあまあまあね。はい、こうやってグリスをつけてあげて、このプレート反対側のやつですね、これを入れる。でその上でこのプレートにもしっかりとグリス、こっち側ですね、塗って、ボールと当たる方ですので塗ってあげます。こういう感じですね。はい、これで入れてあげれば、おっとっと、 OK と。はい、ちょっとねボールが中まで入りきってなかった感じがしたんで、こう押してあげてボールがしっかり収まっているのを確認。念のため、はい、こういう感じですね。6個すべてボール入ってます。入れてるつもりが1個入ってなかったとかね。だから2個もボールが余ってるっていうのがちょっとびっくりですね。あんまり余分ないんですけどね。で、次はこの後半ということになります。ここスラストベアリングですが、もう一体型になっているものですね。でここにはアンチウェアグリスを塗るように指定されています。まあ、こんなもんでいいでしょう。でこれを入れて、はい、で PE の5、この PE の5っていうのは表裏は特にないかな。置いて、はい、でこのビスと、これスプリングナットだったかな、スプリングワッシャー2ミリスプリングワッシャーと、ここはキャップスクリューなんですね、最初から。なるほど、キャップスクリュー、これあの芋ネジを止めるのと同じサイズですので、細いレンチがいります。まあ、キットに入ってます。でこれでいくんですけど、ここここあれか、これやネジロック剤だ。これね紛らわしいですよ。ちゃんとあの正確に絵は描いてあるんですけど、どっちがなんだかって、これ同じ形ですもんね、容器がね。でまあまあ要素考えれば間違いないと思いますけど、ここは、ネジロック、ネジロック剤をつけて、いやそんなにつけないでしょ周りにべっとりってわけ、これぐらいで十分だと思いますけどね。ネジロック剤をつけたこのビスを中に掘り込んで止めてあげますが、何気に
この下なんか絵が書いてありますね。これシャフト、このシャフトを突っ込んで、ここね突っ込んで、要は回らないようにした上で締め付けていくっていうことなんですけども、締め込みすぎに注意してくださいっていうのが、まあ、要はこれデフなんで、こうボールはスルスルと回るようにしておきたいんですが、一方で滑っても困るんですよね。あんま緩すぎると滑っちゃうんですよ。で締めすぎるときついんです。だからその塩梅を教えてくれと、まあおそらく、気になるなすね、ところだとは思います。私も気になります。どの程度締めたらいいんだろう。センターシャフトってこれ鉄じゃないですか。これね、もうサビサビになるんですよ。私多分これ、まあ、汚れた手で触ってるからだと思うんですけど、後で、RD40 とか、RD じゃないわ、WD40 か。要はオイルスプレーね。オイルスプレーとかで、ちゃんと拭いてあげたら、あと錆びにくいのかなっていう気もするんですけどね。これ、どの程度締めるっていうのは書いてないですもんね。なので、結構これ、まあ今はね、結構スムーズにスルスルなってるんですけど、いわゆるボールデフジグを使えないじゃないですか。言ってるの、これのことなんですけど、これ普通にね、ボールデフを組むときなら、ここにこうカーンと通して、こう、滑るか滑らないかって言ってやるんですよね。で、ここにこう引っ掛けて回すと締めやすいってあるって、こういうジグがあるんですけど、これセンターデフではこれ使えないので、感覚です。うん。緩いかな。でもこれ、どうしたらいい？これ掴んでも、いつ入れても、やっぱり結局、うまくいかない。ノンスリップラジオペンチ、これをこうやってみようか。でもあんまりやるとこのシャフト自体が今度ねじれちゃいそうですよね。シャフトがねじるまでいったらちょっとやばいですけど、やっぱ閉まるなあ。めっちゃ閉まるな。やっぱ手で持ってるよりは断然閉まりましたね。今ね一周ぐらいしたんじゃないですか。硬いけどこれぐらいだと思いますよ多分。締めすぎるほど締めてはいないので、どれぐらいっていう感覚がちょっと伝えられないんですけど、こんな感じになりました。